本当かっこいいよね。このカード仕様。黄金なんだ。全面黄金。なんかフィギュアよくもさ、まあフィギュアもすごくいいんだけど、カード集めたい全種ね。何が出るかをお楽しみ、激戦甲虫バトルっていうシリーズなんで、フィギュアとりカードが入ってるんだよね。で、甲虫が14種、プラスレアカラーもあってね。まだレアカラー出してないから、レアカラー早く見てみたい。今日はとりあえずヘラクレス。ヘラクレスもキラだからさ、これもうキラキラのレアカードが入っているかも。前回キラじゃなかったんだけど、今回このヘラクレスを狙ってね、もうキラ確定だから、フィギュアもさ、できれば、レアカードのやつ欲しいなぁ。裏面がすっごいかっこいいんだよ。で、カードは全部で、ね、14種類だと思う。レアカラー、フィギュアはあるけど、カードは別にないと思うから。で、ラインナップ全部ね、こう出てて。今回の狙いは、ヘラクレスと、行きましょう。それでは早速、開封して。いやー、何が出るか、めっちゃ楽しみだなー。あと、カード、やっぱカード見たいね。カードがすごく、今回は、ドリオーン。あ、そうか、カードってこんなのに入ってたっけ？あれ、前回守られてたっけ、カード。まずはね、この裏面の仕様をね、ゆっくりね。おー、かっこいい。マジかっこよくない？これ。このデザインはずるいよね。マジさ、幻の99のカードじゃない？カードのしんちゃん。ハイグレ魔王の映画でさ、しんちゃんが当てたさ。そっか、あー、持ってこいよ。次回持ってくるわ。その幻の99のカード。俺持ってるから、黄金の、あ、写真は載せようかな、ここに。写真。隣の部屋にあるんだけど、次回は持ってきてね。とりあえず今日は写真だけ載せて。これとそっくりなんだよね、黄金。で、何が来るか。おー！すごい、びっくりした！ヘラクレス、リッキーブルー！すごい、キラッキラじゃん！ヘラクレス来た！やったー！リッキーブルーだね。しかもリッキーブルーだ。ヘラクレス、リッキーブルー。やった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 ！こっちのヘラクレスでもよかったけど、ヘラクレス、リッキーブルーだ！おお、かっこいい！南米大陸に広く分布し、オスの最大体長は171ミリメートル。うわ、すごいね。17センチだぜ。バケモンすぎない。で、戦いに強いヘラクレスね。だ、英雄の名前ついてるもんな。ギリシャ神話の英雄、ヘラクレス。半分人間で半分神様。なんかそこもすごいよね。前までが青いリッキーブルーはとても珍しい。デミゴッドってやつやな。デミゴッドがさ、さらにさ、デミゴッドの結婚してさ、子供生まれたらさ、どうなるんだろうね。デミゴッド同士の子供って何、どうなるんだろう。気になるな。ちょ、後で調べていい？ ちょ、今、ふと思ったんだけどね。いや、あ、そうそう。でね、このカードにも書いてあるんだけど、説明が。あと、これね、図鑑もついてるんだよね。ミニブック。これ。このミニブックもついて、まあ、同じこと書いてあるんだけど、一応ね、図鑑がついてる。で、今、ゲットしたヘレクレス・リッキー・ブルー。ここ、書いてあること同じでしょ。同じだけど、一応、こう、図鑑もついてるっていうね。いやー、素晴らしい。やった、来たよ、ヘラクレス。で、この中に、ヘラクレス本体が眠ってるので、早速出してね。リッキ、お、あ、レアカラーじゃない、これ。すげえ、レアカラーだ。蓄 光タイプなんかな、これ。ワンチャン蓄光タイプあるぞ。レアカラー、これ絶対レアカラーだ。普通のノーマルのフィギュアだったらさ、こういうカラーになってるから。だったらノーマルが良かったな。 ノーマルが良かった。 おそらく蓄光カラーだから、最後ちょっと光らせてみるかな。すごいね、レアとレアだ。レアカラーに、レアキラ。すげえ。そこスリーブしないとね。そこスリーブして守られる。この黄金がかっこいいからさ、でも傷つきやすそうなんだよね、これね、素材的に。だから、全種コンプリートしてもさ、傷ついちゃったらさ、ショックだからさ、傷つかないように即スリーブして、スリーブで守るということで。これで3枚揃ったカード。やった、見て、この、おお、すごい輝きじゃない。黄金。やったぜー、揃ったー。ヘラクレス、リッキーブルー。まさかマジでヘラクレス来てくれるなんて。あと、ヘラクレスもいるから、こっちで狙って、ヘラクレスを出しましょう。え、マジで嬉しいねー。ただ、フィギュアはさ、レアカラーよか、ノーマルカラーの方がいいような気がする。まあ、蓄光タイプだったらこれはこれでちょっと熱いけど、蓄光タイプじゃないかもしれないからさ、ちょっとわからん。でも、蓄光タイプっぽい、感じもするかな。見た感じで、あ、今ちょっと見えちゃった。ちょっと見えちゃった。赤くなかった？え、なんだろう？キラだった？ちょっとそこまでは見えなかったけど、
スポリスコロレス新調に出しまして、おお、かっこいいぜ。いや、マジこれかっこいいな。すごいかっこいいな。マジ、え、まじ、この裏面だけでもうずっと見てらんない。すげえかっこいい。そして、パッ、おお、キラじゃないけど、すごいかっこいいカード来たね。面型クワガタ。やべえ、俺これ知らん。初めて見たかも。面型クワガタ。面型クワガタ、え、知ってる、みんな、この子、面型クワガタって。生息地がね、アフリカ大陸だって。全長が約56mm。アフリカ大陸に分布し、オスの最大体長は 56mm 以上になると、濃いオレンジ色の体色と大きな頭部を持つ、中型のクワガタ。あれ、見たことあったっけな。え、俺図鑑とか全部読んでんだけどな。カブトムシクワガタの図鑑持ってて、読んでるのに、まあ見たけど忘れてんだろうな。面型クワガタ、覚えとこう。面型クワガタ。ちゃんと覚えとかったら、忘れちゃう可能性があるから、面型クワガタ。そして、スリーブして、これ、オッケーだね。守られてね、面型クワガタ。で、面型クワガタのフィギュアをちょっと見てみようかな。面、いやー、覚えてねえなー。自分の好きなさ、かっこいい好みのクワガタとか覚えてるんだけどさ、め、あ、でも色的、あー、はい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 。これノーマルだね。ノーマルカラーの。やっぱノーマルカラーの方がいいな。面型クワガタ。これが今回ゲットしたノーマルカラーの面型クワガタと、ね、レアカラーの多分蓄光タイプのヘラクレスリッキーブルー。ちょっと光、ちょ、あの、光らせてみようぜ。どうせだから。光ると思うんだけど、光を吸収しておきまして、面型クワガタもフォルミーかっこいい。いやー、でも見たら覚えてるはずだ。かっこいいもんね、面型クワガタね。面型、な、あの、どこが面型、名前の由来は何なんだ、面型って何なんだろうね。面型、ちょ、後でググってみろ。面型クワガタの、面型、なんだろう、あ、そうそう。溜めたから光、光吸収し分けて、ここまで光溜めたら大丈夫でしょう。それではでは、ポチリス、ポチリス、やっぱりな、蓄光タイプじゃねえか。光り輝くレアカラー、蓄光タイプだ、全部レアカラーは光り輝くんだね。うわ、カードもキラで光り輝いてて、レアフィギュアも蓄光タイプで光り輝くって素晴らしい、ありがとう。ということで今回は光り輝くで、このヘラクレスリッキーブルーと、あとカード4枚溜まった、4枚やったぜ。カード4枚まとまった、すごくね、この迫力なんか王族になった気分、王族になった気分なんで、これあとカードもかっこいいんだよな。いや、特にキラがマジでかっこよかったわ。次回もヘラクレス、ヘラクレス、まだヘラクレスいるから、ヘラクレス、ヘラクレス狙って開封しましょう。ということで、また次回、次の、いや、これ順調にいってるね。コンプリート、あと10枚ね、カードはコンプだからさ、フィギュアも一応14種集まったらコンプってことにしようかな。で、あの、ノーマルね、ノーマル集まったらコンプということで、レアカラーは別にいいや。レアカラーは別に、ノーマルのフィギュアは全部集めたいね。ここにいるやつ14種全部集めて、カードも14種集めて、このシリーズはフィニッシュということにします。それではまた次回、ヘラクレスでお会いしましょう。次回のヘラクレスはこれだ！ダン！ヘラクレス、ヘラクレスオオカブトムシ。楽しみだね。リッキーブルー。いや、リッキーブルーノーマルカラー欲しかったな。まあ、蓄光タイプだからね。光るっていう面ではすごく、まあ、光るからいいんだけどさ。でも普通のノーマル、ノーマルカラーが欲しかったら、俺ノーマル狙いで行くわ。これ、レアカラーはいいや。ノーマル狙いで行きましょう。